ご視聴ありがとうございます。リラックヤの花澤です。今日は、岩田さんに来ていただきました。岩田さんはセラピストフェスでお客様としていらしていただいたセラピストさんなんですよね。はい、そうです、はい、でビンゴ大会があって、リラックヤの、はい、コースを60分無料体験ということで当てられたので、はい、来ていただいた形ですねどういったところが辛いとか、どういったことを受けたいとかっていうのございますか？特に左の肩と左の腰が肩こりがあるんで、はい、左の肩と左の腰ですね、はい、これが、はい、あ、背骨際のところですかね。そうですね、わかりました。あと左肩、そうです、肩上部のところですか、首の付け根ぐらい、肩性の、はい、あ、肩性のところで、そうですね、はい、わかりました。じゃあ基本コースでやらせていただきましょうかね、はい、全体やらせていただきますね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リュックショップずっと歩いてたから、はい、余計、はい、やっぱ腸骨の高さが違いますね。だいぶ右が高いですね。こんな感じで、向きがこういう感じで違ってますね。足の方にお疲れとか辛さが気になるってことはないですか？特にないんですけど、ガニ型なんで、はい、腰が1個ぐらい入ります。そうですね、結構こう広くなってますよね、はい、じゃあここ張りますよね。その肩が痛くないですか？はい、そうですよね。腰加減はいかがですか？整体とかお受けになってますか？そうですね、受けるのが好きで、この仕事始めたんで。ちなみに今おいくつですか？今39で今年40になります、はい、何歳からこうセラピストさんになろうと、何歳の時に、何年前にセラピストになったのは1年半前ですね、はいはい、なったのは1年半前で、今年の8月か9月頃に、はいはいはい、学校とかも行かれたんですか？一応整体の学校が出まして、はいはいはい、じゃあこうなろうかなみたいな気持ちはもうちょっと早い段階で。そうですね、外の仕事をやってまして、はいはい、やっぱり天候に左右されたり、冬寒いし夏暑いし、体持たないなと思って、はい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 、何かでやろうかなと思って、年も年なんで、はいはいはい、普通のところで働いてもと思って、実力でできる仕事と、この仕事を選びました。なるほど、もうじゃあ大当たりでしたね今たまたまもう今結果出てますけど、あ、でも確かに割とね、中でやる仕事だから常にそれに常に需要はありますもんね。そうですね、まあちょっと競争も厳しいですけどね。そうですね、まあでもこの仕事も職人なんで、はい、はい、その点では見て覚えるとか、はい、コツをつかむっていう点では、はい、の仕事とかもそういう、ああなるほど、はい、体の使い方とか。そうですね、そうですよね。
ちなみに、はい、どんな植木屋さんとかですか。いや、建築業とかですか。建築関係、はい、まあ、溶接、鉄工関係を。ははははへこれはちょっと痛いですかね。その辺伺ってます。結構強めでも大丈夫。あ、そうなんですね。きつくはないですか。あ、大丈夫。はい。うまくなりたくて、はい、YouTube でいろいろ検索してたら、まあ、やっぱり天さんから入りまして、そうですよね、はい、はい、何年前が最初ですか YouTube 見始めたの、そのマッサージ動画を。その学校行ってる時なんで2年ぐらい前、ね、はい、2年前ぐらい。ああ、なるほど、はい。まあ、一番日本人で出てくるのはケンさんですもんね。そうですね、うん、で自分ももともと自宅でやろうと思ってて、はい、で自宅でやってるんでよくできたのがリラクエさん。ああ、なるほどなるほど、はい、はいはいはい。なんかきつかったり嫌な感じあったらおっしゃってくださいね。で下川さんに手につき、はい、はいはい、水谷さんのはちょっと難しそうなんでパスして。あそうっすね、なんかやっぱりちょっとまだ早いなちょっとハードル高い感じはありますよね。そうですね、ツボは、うん、難しいですもんね。やっぱり楽屋さんのは動画も長いし、はい、普通にやってる感じの流れがよくわかるんで、はい、あ、はい、子供がそのようにフラフラしてたりとか、はい、あの感じがなんともたまらない感じそうですね、賛否分かれるとこですけどねちょっと右と左で押した感じが違いますね。あ、なんか、はい、左の方が硬さが強いなという感じしますね。もう見た目的にも盛り上がりが出てますもんね。うん、左の方が高いですよね。硬さも強いし盛り上がりもありますね。きつくないですかね。大丈夫です、はい、
足だるく感じませんか？足は特にだるいのが感じないんですけど、はい、上半身は感じますね。そうですね。でもなんか痛みとかっていうのが上半身に出てるので、はい、そっちが強く気になるんだと思うんですけど、ちょっと触った感じちょっとお尻の筋肉も弱かったりとか、まあ、その足外に開いてたりとかっていうのがあるので、足も本当はちょっとだるいとか、ちょっと疲れやすいとか、実際多分ちょっと今やりますけど、足裏をしたりすると痛いと思うんですよ。こことか痛いですよね。結構むくんでもいるんで、はい、足の状態もまあどっかが痛いってことは当然全体的に良くないっていうことになるので、まあそうなんですけど、足結構冷たいですね。あ、足冷たいですか。そうですよね。やっぱ血行がいいとは言えないだろうなとは思ってたんで、だと思いますね。そうですね、このとこね、かなり痛いですよね。結構もうそういうお背中とか腰の辛さって長いですかね。はい、長いですね。前の仕事やってる時に、はい、だからもう、はい、10年ぐらいは肩腰は、はい、昔ぎっくり腰もやってるんで。ああ、なるほど、はい、そうですよね。こう足が外に開いちゃってるってことは、はい、この内転筋とかお尻の筋肉があんまり使われてないっていうことになって、ってことは仙腸関節がちゃんとこう締まってないってことになって、ということは背骨脊椎の安定が悪いっていうことになって、はい、でぎっくり腰もちょっと再発しやすいですよね。たまにやばい時が、はい、なんですよ。だからちょっとだからその痛みにちょっと強くなってるというか、不調がちょっと鈍い、サインが感知が鈍いくな、まあ、その過酷な状態があったために、多分その足のだるいとかっていうのは割とそんなにはっきりしたきつい痛みでとかにはならない、なりにくいので、それでちょっと感じてないっていうことかなと思うんですね。で、その10年も経ってるともうかなり全身に影響が広がっているので、はい、はい、足回りもやらないと改善しないというか、その時のその場しのぎになりがちかなと思いますね。多分お背中とか肩とか受けて、あ、気持ちよかった、楽になったはあっても、またちょっとするともうやっぱり痛いとかきますね。なりますよね。そんなに持たないですよね。やっぱ足が冷えてるとかいう人はそっちからした方がいいと思いますね。生まれてて上半身、はいはいはい、下半身のが効きますね。そうですよね、はい、普段ちょっと鈍くても押されると痛いっていうのははっきり分かりますよね、うんうん、膝裏とかも結構痛いですよね。ますね。大丈夫ですか。大丈夫です。かなり流れが悪い状態になってますよね。柔らかすぎるというか、ちょっとブヨブヨしちゃってる感じ、むくみがあって、
弾力が弱いですね。自分のメンテナンスも、はい、しないと。そうなんですよね。それは私も耳が痛いところです。意外とねやっぱりなっちゃいますよね、はい、今夜の白バカマ状態に。結構やっぱ今男性でやってるから、はい、ちょっとこう力入れてやってるようなところもあるんじゃないかと思うんですよね。あ、はいはい、あのやっぱこう気力使って、うん、体力使ってっていう感じで、まあ、お仕事も忙しいって聞いたので、はい、そうするとやっぱこうどんどん気が上の方はよく行くんですけど、下の方が、あのもともとこうちょっと開いちゃったりしてるので、はい、あのしっかり踏ん張りにくい状態になっているのに加えて、上の方でガシガシやるっていう風になると、まあ、バランスがね悪いですよね。やっぱりちょっと靴下越しでも指先冷たいのが感じますね。あと足つぼは結構苦手ですね、はい、あ、苦手でした。きつかったですか今。いや今のは大丈夫なんですけど。大丈夫ですか、はい、はい、苦手っていうのは。いや好きじゃない。普通にやられると痛い、はい、痛すぎちゃってってことですね。はい、はい、そういう上から押す分には大丈夫なんですけど、はいはいはい、がっつりやられると、あのリフレとかですか、はい、ゴシゴシするみたいな、はい、あそうですよね、うん、前に出てるんですよね。立った時、座った時に多分、はい、あのこの背骨に乗ってないっていうか、うん、前にだいぶ突き出しちゃってる感が。姿勢悪いです。そうですよね、はい、こっから先が結構グッと、はい、滑り落ちる感じになってますので、はい、あでもさっきもあのさっきよりもあの足やってからの方が腰の凝りが減ったというか押しやすくなりましたね。痛みが軽くなってないですか、うん、押された感じが、うん、大丈夫ですね。はい、そうですね。大天使の押し込みをしますね。痛くないですかね。大丈夫です内反するのは、はい、あの足首もあると思うんで、こちら痛くないですかね。あ、大丈夫です。はい、
構痛いですかね。そうですね。今これで自然にこういった形で、傾斜がこっちのさっきこのぐらいあったと思うんですけど、まあ、緩くなって揃ってきてますね。どうですか、左足ちょっと変わった感じありますか？軽いね。軽くなってきました。はい。はい、すごい。あれですね、右の方がスムーズですね、はい、あ、本当ですか。膝下の回り方とかの足首の動きとか、この指の動きとかもさっきのがパキ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 言ってましたよ ね、 ね、そう、あの右足はそんなにパキパキ言ったりもしないし、あのカクカクするっていうか、止まるとか引っかかるって感じがあんまりなくて、そうですね、でもやっぱりちょっと詰まりはありますね、うん、左に比べると歪みが少ない感じがしますね。痛くないですか？大丈夫です。はい、股関節が硬いですかね。あ、硬いですね、うん、足も全然開かないし、はい、全然靴もできないし、はい、なるほど。とはいえこうちょっとこう外側に弓なりになってるというか、やっぱり足の膝を中心にしたこう開きっていうのが
ありますね。ちょっときついですかね。大丈夫ですか？はい。やっぱり張ってますね。硬いですね。はい、痛くないでしょうか？あ、大丈夫です。はい。効きますね。もう冷たいですね。全く自覚がなかったんですけど、はい、なんか受け行くといろんなところで足冷たいですね、はいはい、あ、それ言われるまでは思ってなかったんですね、はい、思ってなかったです。あ、それはまずいですねちょっと自分に無関心ですね。冷え性じゃないと思ってるんで。あ、え、今でもいや、今は今は分かりますよね。実際冷たいんで。そうですよね、はい、よかった、今でも思ってるかと脚力、足首動かして、うんうん、ふくらはぎの筋肉使ったりはするようにはしてるんですけど、はいはい、全然追いつかないみたいな。追いつかない。随分右と左で、あの、あれですね、この腰方形筋の感じ違いますね。そうなんですよ、これは偏った使い方ですよね、きっとね、のせいですよね。昔からなんですよね。ああ、そうなんですね。これはちょっと明らかに右が柔らかすぎですよね。左が、あの、左と右で全然違ってますね。左の腰は、毎日テニスボール当てて、はい、ゴリゴリゴリ。まあ、ちょっと足の方から来てる影響も大きかったんじゃないですかね。さっき見た感じだいぶこう右と左で足先の向いてる向きが全然違ってたので。そうですね、仰向けになると自分でもよく分かります、はい、ですよね。なんか置いた感じがね、顔違ってますもんね、はい、外側がぐっと開いちゃってましたもんね。そうですね、こうやっておくとそんなにないですよね、差がね。よかった、はい、このあれですよね、表面で触った感じは肩柔らかいんですよね。表面は柔らかいって言われますよく、うんうんうん、奥に感じるんですかね、そしたら。奥ですね。奥なんですね。したら今度仰向けになっていただいて、はい、一回体を起こしてください。気に入りましたら、はい、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。